浜野栄次郎は、日本の海軍軍人。三保の関事件後に連合艦隊参謀長を務めた、海軍中将である。岡山県出身。1902年12月海軍兵学校を、赤字15番で卒業。同期に、百武言語、今村信次郎、松山茂芸らがいる。海軍大学校を追学生及び、先修学生を修了し、 公開化専攻士官となり、新井か、東根富士の公会長を務めた。海軍大学高校修学生を修了。第一艦隊参謀を経て、第二、南塚市隊参謀として第一次世界大戦に出征し、南洋軍島の占領作戦に従事した。佐世保鎮守府参謀を、軍令部参謀と進み、英国大使館府武官補佐官となる。 帰国後、東副長、軍令部参謀。1922年12月、海軍大佐へ進級。大佐時代は、軍令部、第二課長、大井、春日及び、副総監長を務め、再度の軍令部、第二課長、ついで軍令部、第二班長に補えされる。第二班長在職中の1927年12月1日海軍少将に、進級。 三保の関事件サモニーを務めた。ついで連合艦隊参謀長兼第一、艦隊参謀長、真法洋行部司令官となる。1931年12月1日中将に、進み、同月21日予備役編入となった。柔道が得意で30期でただ一人の一級であった。またその風貌から入道、というあだ名があった。ありがとうございます。